こんにちは、今回は、連続じゃあ力場連続実験っていうのをね、使っていきたいなと思います。ただ今回の動画に関してはちょっと上級者向けの動画になってます。なので、まあ上手い人向けかな。結構難しいので、特に力場が入ってるデッキっていうのは非常に難易度が高いと。でまあデッキは、まあこいつ知らんか、効果知らん人もいると思うのでちょっと教えますと、スペルブーストプラス1体、スペルブーストだから5回やったらまあ5体出せるんですよ。でそれが7コスで打てるので、まあ、なかなか強い。でそれを力場と一緒にまあやっていくと強いっていう話。あとはこういうのとか、まあ、白装の風、まあ、これはスノーマンがいっぱい出てくるやつだな。あとはまあサモンスノー、まあ、従来のまあ力場に、この連続実験っていうのを入れたパターンかな。まあ結構難易度的には難しいかなと思うんですけど、プロ技をね、見せていきたいなと、思っています。はい。まあこれもね、この試合も勝てればマスターポイントも4桁いくので、まあ勝てればね、一石二鳥かなと思います。まあ対戦相手もよるな。アグロやとだいぶきついんですが、さあ対戦相手は勝ちました。なるほど、3500ぐらいか。まあ、この程度ならまあ勝てるかな。で今ネクロで流行ってるデッキは、これ全部入れ替え、まあサモンスナイか。あ、でもこれいるな。で今流行ってるデッキがシャドウリーパーを入れた小賢しいデッキ。あ、エッグベネズエラですよ。まず知恵の光で、最初はサモンスノーとかを貯めていって、まあでも基本的にはまあ、力場なくても、押し切れることが多いみたいです。はい。なのでまあ、これは打たないかな。ただサモンスノー繋げたいから、まあ打つか。まあ、とりあえずサモンスノーを5体貯めてしまって、で、もう貯めてしまえばもう勝ちなんで。なるほどなるほど。まあここは虹の輝きで良さそうな気がするな。虹の輝きします。はい。でルーンの貫きとも非常に相性がいいしな。あー回ってる回ってる。あーもう5体ですわ。あーもう5体ですよ。早い。小賢しいな。あー小賢しい。あーじゃあここはサモンスノーをいやちょっと早いか。そうやな。まあ、虹の輝き打つ、虹の輝き、そうやな。4コス、5コス、まあ、そうやな。まあ、ここは虹の輝きでいいか。まあ、ちょっと早すぎてもしょうがないしな。100層か。まあまあ、よし、オッケー。悪くないわ。勝ったな、これ。強っ強いな、やっぱ。次のターンにサモンスノーとウィンドブラストでも打とうかな。いいぞいいぞ。もうウィンドバラス、ルーンの貫きでも良さそうやな。ここはまあサモンスノーをジュワして、で進化を使ってルーンの貫き。相手がすごい、ね、強いフォロワー出してきたら、白装のか、風か。白装何やったっけ。白装の何やったっけ。まず攻撃して白装の、風か。白装の風でやればいいから、これルーン打って。でもうこれエンスナム打ちます。ここがプロ。まあ普通打たない人もいるんですけど打ちます。打つことによって体力5以下まで来ましたから、まあだいぶ強いと。で5体出せるのも揃ったし、でいざとなればエンバレ。体が溶けちまう。小賢しい小賢しいな。小賢しい小賢しい小賢しいな。じゃあここも白装打つか。ハックス、いや、まあ、アグロっぽいしな。そうやな。まあ、ハックス、ウィンドブラストも、まあ、いらない。まあ、サモンスノーとウィンドブラストでいいか。サモンスノー出してウィンドブラスト。まあ、2回スペルを使うことによって、運命の導きが、まあ、溜まるので、まあ、ウィンドブラストは、まあ、ハックスが溜まってるから、まあ、いいかな。まあ、一応、進化圏は、レヴィとか来た時に使いたいから、まあ、極力使わない方向で行こうかなとは思ってます。小賢しいなあ。ちょっと待って。えらい対策されてるな。あ、でも1体残んのか。小賢しいな。でも墓地が1枚しかなくなってしまって大丈夫か。シャドウリーパーの1体小賢しいわ。どんどん柵が突きていくんだが、
で、ニコスはあー、おるのか。で、進化かな、小賢しい。あー、なんか決め、あ、だから力場がな、来ればなんとかいけそうな気もするんやけど、なんか来い。あー、なるほど、もうここドローするしかないな。ドローしちゃ、いやー、どうやろう、まあ、白装打ってから運命の導きでいいか。まあ、打っちゃって、で、もう虹も、運命の導き打つと。ちょっともったいない気もするけど、もうここもどんどん行くしかないから、あー、まあ悪くはないかな。悪くはないけど、これ名、名符で入れた方が良かったな、これ。23枚も溜まってて、悪った。あー、でもこれは、白装で戻せそうやな。マジックミサイルを撃ちます。で、白装がこれで溜まって、2点か。そうやな。あー、まあ、攻撃して、攻撃して、攻撃して、で、白装撃つかな。あー、これうざいんじゃないか、さすがに。あー、で、攻撃、攻撃、で、運命。で、これ、冥府打ったらすげえ早く溜まるな、これ。冥府は入れてないんですよ。あー、次のターン、冥府来ると予測して負けてくれるか。あ、そういう戦法があるな。冥府は入れないで、今の段階で冥府入れてるって普通の人は思うから、リタイアするのがね、普通なんですよ。だから今みたいに、冥府を入れてることを装いつつ、冥府は実際入っていないっていう、そういう戦法。冥府来ると結構手札が事故ったりするから、冥府入れずに相手が冥府あると錯覚して、リタイアさせていくって、そういう戦法は強いな。ははははは。早すぎだろ、選択。今の絶対負けてたわ、続いてたら。3人攻めた相手は、3万は強いな、結構。まあ、どっちのウィッチの方が上手なのか、ちょっと勝負しようか。まあ、白装の風が結構役立つな、やっぱ。相手のハードを手札に戻しつつ、雪だるま出せるから、まあ、なかなかやっぱ強いな。ただ、力場が出せていないのが、ちょっとネタとしてどうなのかなって思うんですけど。来ましたね、はい。これは勝ったんちゃうか。高校でレイビーを着て相手はターン終了。初心者やな。相手まだシャドーバースやり始めたてか。ほんまに3万あるのかな。でもいつもこれで負けてしまうっていうのがあるから、あー、やっぱドロシーなんやな。あ、超越じゃなくてドロシーやねんな。あ、ここはマジックミサイルを撃って、とりあえず相手のフォロワーを取るっていうことをね、やっぱ考えていった方がいいから、もうこれ打ちます。はい、こう相打ち取ると、やっぱ相手にフォロワー並べてられてしまうと、やっぱドロシーちゃ対応できないから、できるだけ盤面を処理しつつ手札がなくなったところを、叩いていく、これが一番強い。じゃあここレビーおじさんをシュワして、進化使うと。で、まあマジックミサイルでいいかな。白装もあるし、まあドロシー手札に戻してもいいっていいしな。あれ、これ刺さってる？環境に。環境に刺さってるんじゃないか。強い強い。で、白装が、5枚もたま、5体溜まってんのか。で、墓地が5枚。強いな、これ。あれ、力場のこれ強ない？まあ、ジジイはいいわ。こっちももう1体おるから。で、グレンの魔術は基本的には、まあ、フォロワーに使おうかなと思ってます。小賢しいな。で、グレイクを出します。で、ゲイザー、やばいやばいやばい、小賢しいな。なんだこれは、これはなんだ。でも対応できるから、出して、さすがやな、3万のマスター。最初初心者やなと思わせつつ、すごい攻撃してくんな。ウィンドブラストが1点で、まあ、これ打つか。1、2で、虹の輝き。グレイクを戻してって感じかな。そうやな。まあ、こう取って、で、虹の輝きをまあ、レビーに打つっていうパッテンがあんのか。まあ、これ打つか。打っちゃって、で、グレンの魔術を、でもレビーどうやろ、わからんくなってきたな。攻撃して、いや、ちょっと厳しいな。でもここを耐えればなんとかなりそうや。一枚はレビー確定で、あれがドロシーかどうかやけど、ドロシーじゃなさそうなんだよな。レビーを出します。まあ、それはいいわ。許容範囲。進化やろ？レビーに進化してくれるのは別に構わんと思ってて。
まあこいつらに進化したらどうせ2点入るからな。あもうここ耐えればいいと。ここが修羅場やわ。ここさえ耐えればなんとかなりそう。ルーンのつなぎってことはあと1枚はないやん。あーで、あら初心者やな。これは来るぞ。ウィンドブラストが3点やから、まずこれを、打ちます。でウィンドブラストを4点やから打って、でサモンスのよしよし来てる来てる来てるぞ来てるぞ。あーああれ倒せない。あ進化しても倒せへんわ。あーそうか、まあいいか。でもこれもしかしたら力場で次のターン勝ったってことにならへん。あーで小賢しいな。あーあ想像以上です。あーグレルマジック2万あったんか。あれなんか買ったなと思ったけど、ちょっと最初に上級者向けで、力場は上級者向けですよってちょっとお話ししたんですけど、ごめんなさい、私には使いこなすことができませんでした。それでも、もうめんどくさいからちょっと YouTube でも上げとくわ。あちょっと使いこなせんかったらまた次、機会があればリベンジしたいなと思います。まあ、使ってて楽しいし、で今思ったのが冥府やな、冥府は入れた方がいいかなって思いました。はい。